1972年シカゴヘア国際空港地上衝突事故は1972年12月20日にアメリカ合衆国入りの一周シ,シカゴのシカゴヘア国際空港において滑走路27リットルで離陸滑走を行っていたノースセントラル航空575便と滑走路14リットルに着陸後地上走行中に滑走路27リットルへご侵入した デルタ航空954便が衝突した事故である。事故で、ノースセントラル航空575便の乗客10人が死亡した他両機で合計17人が負傷した。デルタ航空954便に重当された、機体記号 N8807E のコンベア CV880 は1960年7月25日に完成した機体で、事故後はかなり損傷していた。 ノースセントラル航空575便に重当された、機体機号 N954N のマクドネルダグラス DC-9 から31は1967年12月27日に完成した機体で、事故後は、ほぼ完全に破壊された状態であった。デルタ航空954便は、フロリダ州タンパのタンパ国際空港から、イリノイ州シカゴのシカゴアヘア国際空港へ向かう。 定期便であった。事故当日の1972年12月20日東部、標準時15時41分に954便は、乗員7人と乗客86人の合計93人を乗せて、短波を出発し、中部標準時17時55分、内五56分に、お部屋国際空港の滑走路14リットルに着陸した。アプローチ中に、 乗員は管制官から滑走路14リットルと 14R が離陸に使用されていると聞いていたが、27リットルも使用中であるとは聞いていなかった。954便は滑走路14リットル着陸後、ターミナルへ向けて誘導路ブリッジルートを地上走行していた。滑走路14リットルとターミナルの間の南北橋を越えた時に副操縦士がお部屋地上完成と更新し、 橋の内側にいると報告した。この時点で954便は到着ゲートを指定されておらず、本来であれば地上管制管からゲートの指定を受けるまで滑走路脇のホールディングエリアで待機する必要があった。地上管制管は橋の内側という言葉を聞き取れず、954便はまだ滑走路を出たばかりであると勘違いしていた。このため管制管は 32ボックスに入れと曖昧な指示を与えた。ここでのボックスは滑走道端にあるエンジンの確認を行うランアップエリアのことで管制官は32ボックスといえば一番近い14リットルの反対側である 32R のランアップエリアに入るであろうと思っていた。しかし先日の通り954便はすでに橋の南側にいて、機長と副操縦士は管制官が 橋の内側にいることを知っており、32ボックスとは折り返す必要のある 32R のランアップエリアではなく、その先にある32リットルのランアップエリアであると解釈し32リットルのランアップエリアに向けて地上走行を継続した。954便の乗員は32リットルランアップエリアへの地上走行が許可されていると思っていたため、 最短距離となる滑走路 09R27 リットルを中央付近で横断する橋、ターミナル外側円経由道路、南北誘導路を経由する経路で32リットルランアップエリアへ向かっていた。954便と地上管制官の間での更新はこれ以降行われず、管制官は954便が 32R ランアップエリアで待機中であると思い込み、 一方、954便の乗員は32リットルランアップエリアへの地上走行が許可されており、管制官は、他の機に対し954便と干渉する移動を行わせないであろうと思い込み 09R27 リットルを横断しようと滑走路に侵入した。また、954便の乗員はアプローチ中に14リットル 32R と 14R32 リットルが離着陸に、 使用中であると聞いていたためール r 2 7リットルは使用されていないと思い込み、滑走路上で別機と衝突する可能性はないと考えていた。ノースセントラル航空575便は、オヘア国際空港を出発し、ウィスコンシン州マディソンを経由して、ミネソタ州ダルースへ向かう定期便であった。事故当日、575便は、 乗員4人と乗客41人の合計45人を乗せて、チューブ標準時17時50分に離陸のため滑走路27リットルへ地上走行する許可を得た。オフアのタワー管制は17時58分52.3秒に575便に27リットルへ侵入して離陸位置で待機するよう指示し、同59分18秒に離陸許可を発出した。 59分24.3秒、575便基調は離陸滑走を開始したことを管制官に報告した。1972年12月20日、お部屋国際空港での954便と575便の移動経路を書いた国家運輸安全委員会の図。地上管制官は、図中央右の 32R ランアップエリアで954便を、 待機させようと考えていたのに対し、954便の乗員は0 9 r 2 7リットルと交差する、経路を走行しず左下の32リットルランアップエリアに向かうと考えていた。954便と575便は図で示された0 9 r 2 7リットル中央付近で衝突した。575便が離陸滑走を始めた頃、 空港周辺には濃い霧が出ており指定は約14マイルであった。575便の基調は霧の中を注視しており18時0分3秒約1600フィート先の滑走路上に954便がいることに気がついた。この時点で575便の速度は約140ノットに達していた。18時0分7.2秒575便基調はプルアップ。 都市時し、機長と副操縦士は954便の上を飛び越そうと操縦桿を目一杯に引き機種を上げようとした。575便は空中に浮き上がったが954便との衝突を回避するには遅すぎ、2機は18時0分8秒に衝突した。575便は954便の左翼と垂直尾翼の大部分を引き裂き、 575便自身は右出脚と右翼のフラップが脱落した。衝突後、575便の機長は空中に止まることは不可能と判断し、速やかに滑走路へ着陸しようと試みた。しかし、着陸した際に残っていた2つの降着装置が機体後方へ折れ曲がり胴体着陸を行う形となり、機体は滑り始め27リットル脇の草地と、 平行誘導路を横切り滑走路 14R32 リットル上で停止した。また、停止とほぼ同時に火災が発生した。954便の乗員は575便と衝突するまで接近してきている575便の存在を認識しておらず、その後 14R32 リットルに滑っていく DC。DC-9 を複数重視が見るまで575便の 機体を見ていなかった。衝突直後、954便の機長は火災発生の報告を受けた。このため機長は速やかにエンジンを停止し緊急避難を指示した。乗員は4つの緊急ドアを開き脱出スライドを展開した。954便に搭乗していた乗員乗客は5分ほどで全員が無事に避難した。575便は停止直後に 機体工法で火災が発生し、キャビンが煙で満たされ客室内の照明は不十分であった。機長は消火装置を作動させると緊急避難を指示した。一人の乗客が右主浴場ドアを開き脱出した。また、一人の客室乗務員が反対の左主浴場ドアを開き、自分に従うよう付近の乗客に求め4人がこのドアから脱出した。 もう一人の客室乗務員は乗降用ドアを開き、脱出スライドを展開しようとしたが傍聴しなかった。この客室乗務員はドアへ向かってきた乗客に押される、形で機外に押し出されたが、機外から乗客の脱出の補助を行った。機長はコックピットから客室へ出ると乗客に前へ向かってくるように呼びかけ、その後乗降用ドアから機外に出ると、乗客の脱出の補助を行った。 副操縦士はコックピットの窓から機外に脱出すると乗降用ドアで乗客の脱出の補助を行った。合計27人の乗客が乗降用ドアから脱出した。管制塔はノースセントラル航空575便に何らかの異常があったことには気づいたが、濃い霧による指定の低下により何が起こったのかを把握することができず、事態を把握したのは事故発生から2分後であった。 事態を把握すると関西島は、シカゴ消防局に通報し、通報から1分後、事故発生から3分後に、現場に到着した。消防は11台の消防車と2台の救急車を、用いて、救難活動に当たり、事故発生から19分後、現場到着から16分後の18時19分頃に、火災を鎮火した。また、 指定が非常に低かったため管制等と消防は575便の単独事故であると誤認しており、事故発生から28分後の18時28分に消防士が 09R27 リットル上で停止している CV-880 を発見し954便の関与が明らかになった。954便の乗員乗客93人のうち2人が 衝突時の衝撃で軽傷を負ったが、93人全員が、それ以上負傷することなく無事に CV-880 から避難した。衝突及びその後の滑走では、死者は出なかったが、火災から逃げ遅れた9人がその場で死亡、一人が脱出に成功したが後に死亡し10人が犠牲となった。また、その他15人が負傷した。 国家運輸安全委員会は1973年7月5日に事故に関する報告書を発表した。事故の原因は指定が限られている状態で航空機同士の衝突を避けるための管制が適切に行われていなかったことであった。交通の流れを促進するために使用される非標準の用語はお部屋国際空港の管制官と乗員の間の更新では 一般的に使われており、言葉の省略や語法の変更、交互表現の使用などが行われていた。またデルタ航空954便と地上管制官との更新において、地上管制官が32ボックスと省略して更新を行ったこと、954便乗員が32リットル側へ向かうという指示であっているのかの確認を行わなかったことが、 事故の主な原因とされた。この双方の認識素語が重なった結果、管制官は954便の現在位置に関して混乱し、また管制官も954便乗員も互いが、それぞれの意図と反対のことをしていることに気がつかなかった。NTSB はまた、ノースセントラル航空の訓練プログラムには、模擬事故状態での避難訓練が含まれておらず、七十五便の 上院が避難誘導に手こずったことで一般的な避難時間より多くの時間がかかり9人が逃げ遅れて死亡した結果となったことにも言及した。これに伴い連邦航空局はノースセントラル航空に対し訓練方法の改善を要求した。また NTSB は事故当時地上レーダーが使用されておらずさらに地上管制官が 地上レーダーを使用するのに必要な資格を有していないことも発見した。NTSB は他の空港で採用されている標準的な方法をオヘア国際空港でも採用することを推奨した。ありがとうございます。